皆さん、こんにちは。天体望遠鏡博物館ボランティアスタッフの丹子です。大阪大住です。4年ほど前に、ネット上でクラウドファンディングでこの望遠鏡の開発が進んでいるというのを見て、その時に、アーリーバード特典というのに惹かれて、それに取られて、購入して、を決めた次第です。すぐにも届くような話だったんですけども、3年ほど待たされて、届いたのは去年の9月、ですので約11ヶ月使っています。後ろのやつ見えますかね。後ろにあるのが、EV スコープです。本日の内容ですけども、まずこの望遠鏡、フランスのユニシタラー社という、あまり皆さん聞いたことのないような会社なんで、よくご存知でないと思いますので、どのような望遠鏡か、まず紹介した後、残りの時間で、私が撮った写真を紹介しながら、星空散策をしてみたいと思います。この望遠鏡で、どのように見えるのか、どのような写真が撮れるのかを見たいと思います。これ、私の個人的な思いなんですけども、昨年、2020年に、IT 技術を活用した画期的な天体望遠鏡が、2つ登場したのではないかと思います。1つがこの EV スコープで、もう1つが、セレストロン社のスターセンスエクスプローラーシリーズの望遠鏡です。どちらも、プレートソールビング技術を駆使して、正確な天体導入を実現しています。セレストロン社の方は、この赤丸のところが肝なんですけども、スマホを使って、アプリで、導入の支援を行うというのに特化した望遠鏡です。それだもんで、天体導入は手作業になりますが、EV スコープは自動で行ってくれます。EV スコープがどのような望遠鏡かをちょっとまとめてみました。簡単に言うと EV スコープは、オールインワンの全自動のデジタル天体望遠鏡、流行りの言葉で言うと電子感分の天体望遠鏡です。この望遠鏡の中にここに書かれてあるようなハードウェアがすべて、組み込まれてありまして、バッテリーも内蔵してます。したがって、外部の電源も必要はないですし、無駄なコード、余分なコードが外部に、出ていないので、非常にスマートです。で、Wi-Fi 接続によって、スマートフォン、あるいは、タブレットで操作するような仕組みです。で、EV スコープ、大きく2つの技術を謳っています。1つが、オートノマスフィールドディテクション、自動フィールド検出。で、もう1つが、エンハンスドビジョンの技術です。前者の技術によって、この望遠鏡自動でアライメントをしてくれて、正確に導入追尾を行ってくれます。もう一つ後者ではリアルタイムで、強力な自動画像処理を行うようになっています。また隠れた特徴としてこの望遠鏡、光軸調整が容易です。従来の反射望遠鏡ですと、初心者には調整が非常に厄介なんですが、この望遠鏡副鏡がなくての主鏡だけの調整で済むということと、XY の二軸だけで調整できるので、光軸調整が非常に簡単です。さらに今やピント合わせの必須アイテムになってます、バーティノフマスクが鏡頭のキャップに組み込まれてあって、寝室設計になってます。感房には、デジタルアイピース、望遠鏡の横から出ているやつですね。あそこで覗くのと、スマートフォン画面の2つの感房手段があります。自動導入のために必要な天体の登録数は、約5000と豊富に揃えてありますし、万が一登録されていない天体でも、座標を入力してやると、自動導入が可能となっています。これらによって、誰でも購入してすぐ簡単に使える望遠鏡に仕上がっています。この世界地図は EV スコープのユーザーを示したものですけども、黄色いスターマーク1つが1人のユーザーです。世界で現在5000ユーザーいるそうです。そのうち600人が日本ユーザーです。結構売れているようですね。
イグスコープのもう一つの側面、市民科学、シティズンサイエンスがあります。イグスコープは単なる電子顕微鏡としてだけでなくて、シティズンサイエンスを組み込んだ天体望遠鏡でもあります。アメリカ の宇宙の研究機関である SETI 研究所とタイアップした活動として、これら3つの、プログラムが動いています。系外惑星の観測、小惑星の遠平観測、地球近傍小惑星の観測、これらがもうすでに動いていて、いくつかはもうすでに成果が出ているようです。イーブスコープのユーザーが観測後に、アップロードを実行すると、自動的にユニステラー社のサーバーに、データ送信されるようになっています。ドイツの光学系データフォーマットで、世界中から直ちに、観測データが集まり、天文学者の解析に供されるような仕組みです。これは天文学研究のための斬新なアプローチではないかと思っています。ここから写真を紹介していきます。M57 環状星雲ですけれども、左側の画面、これがスマートフォンの画面になります。下半分がコントロールの画面、で上半分がビュー画面です。ライブビューとエンハンストビューの2つの画面があります、モードがありますが、現在はこれはエンハンストビジョンのモードになります。このビュー画面ではスマホの、ピンチ操作によって、自在に、ズームができるようになってまして、最大8倍まで、現在8倍になってますけどもの、ズームが可能となってます。ここに画像保存のボタンがありまして、ここを押すと右のような画像が保存されるようになってます。四角の中に丸い円がありますけども、ちょうど iPS を覗いているようなイメージなんでしょうかね。この視直径は約 0.5 度ほどあって、ちょうど、満月がここに収まるか収まらないかといったところです。M42 オリオン大星雲の表示になりますけども、左側が M42 を導入した直後の画像で、ライブビューモードになります。オリオンの中心部の明るいところしか今見えてない状態ですが、これをエンハンスドビジョンに切り替えると、徐々に淡い部分が浮き出てきて、申し遅れましたけども、この画像では、この保存モードではこの天体の撮影情報がここに自動的に記録されるようになっていまして、天体の対照明、露出時間、緯度、経度、撮影日の情報が記録されるようになっています。この写真では、2分の露出がの画像になります。これは、小木爪座の M27 アレイ状星雲になりますけども、撮影地の違いをちょっと比較したものですけども、右側は和歌山の山中に出かけて、空の暗い場所ですね、そこで撮ったもので、左側は大阪の私の自宅で撮ったものです。ボートルスケールので言うと、上から2番目に悪いような条件、三等星が見えるかどうかいう空の明るいところなんですけども、まあ、右と比べるとやや劣りますけども、結構見えているんじゃないかと思います。いて座の三裂星雲と、水壁座の螺旋星雲です。このようなカラフルな星雲についても結構EV スコープ、電子顕微の望遠鏡は捉えることができます。これは、球状星団の大きさを比較したものですけども、右側はヘルクレス座の M13 の北の空、北天で一番大きいと言われてますけども、その M13 でさえも左側、全天一大きいオメガ星団、ケンタウルス座のオメガ星団に比べると、だいぶ見劣りがする大きさになりますね。このオメガ星団ですけども、もう見えなくなっているんじゃないかと思うんですけども、ゴールデンウィークの時期ですと、23時前後に南の空、低いところに見ることができます。
リョウケン座の、クジラ銀河と、M51 小持ち銀河です。結構暗黒体なんかも見えたり、捉えられています。髪の毛座の NGC4565 エッジオン銀河、それと超高質座の NGC253 銀河です。これは、トゥインクエーサー、この EV スコープで捉えることができる最も遠い天体をの撮影にチャレンジしたものですけども、このトゥインクエーサー、地球からの距離が約91億光年あるそうで、すなわち、91億年前に発せられた光を今捉えているということになります。これがトゥインクエーサーなんですが、ちょっと露出が多かったのか潰れてますけども、だるま状になってますけども、2つクエーサーが存在します。ただこのツインクエーサー実体は1つのクエーサーだそうで、このクエーサーと地球との中間に位置する天体の重力の影響を受けて、重力レンズ効果で、1つのものが2つに見えているというクエーサーです。さらにはそのクエーサー間で、光度差が生じていて、1光年ほどの光度差の違いがあるそうです。ですので、片方のクエーサーで、現れた現象、見られた現象が1年経ってからもう一方のクエーサーで見られるという珍しい現象を捉えることができるそうです。これは地球近傍小学生のシティズンサイエンスプログラムに参加した時のものです。これ2日ほど前に撮ったものですけども、2000PQ9 という小学生を捉えたものですけども、この中央部の縦線上に見えているのが小学生が10分間の露出ですね。10分間に動いた軌跡になります。このように小学生動きは速いんですけども、早くて刻々と座標が変わっていくんですけども、EV スコープはメニューに登録さえしていれば、自動で、この小惑星を中心に捉えることができるようになっています。最後のスライドですけども、どなたが言ったか知りませんが、良い望遠鏡とは、一番使われる望遠鏡であるということがあります。やっぱり使いやすいことが肝要かなと思います。従来型の望遠鏡で初心者の大きな障害となっていた天体導入とか天体写真の撮影を容易にして、淡くてよく見えなかった星雲銀河も捉えることができる望遠鏡に仕上がっています。都会でも十分使えます。観望できます。大勢で楽しめる望遠鏡でもあります。EV スコープ、天文ファンの裾野を広げてくれる可能性を秘めた望遠鏡であると思います。以上です。はい、タンコさんどうもありがとうございます。質問が、時間があと2分ほどあるんですが、はい、サボテンさん、電源はどういう方法で供給するのでしょうかと。事前にですね、充電器、スマホの充電器でいいんですけども、USB の C の、コネクタがあります。そこについてるんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、それに事前にやっとけば数時間電源、外部電源なしで使えます。でまさにスマホと同じような感覚で。そうですね、ですね、はい、でそれと私の質問なんですけども、はい、先ほどのこの丸い写真があったじゃないですか。あれは覗いてもそういうふうに見えるということなんですよね。そうなんですよ。ただね、覗くと結構視野は狭いんですね。想像していたよりは。昔の、接眼レンズで言うと、ハイゲンスでの接眼レンズ、IPS で覗いているよりも、さらに小さい、狭いようなイメージ。なるほど。だいぶ小さい。ですんで、経験者、長く星を見ている人は、ちょっと、つまらないというか、がっかりする面もあるかもしれません。なるほど。ただ、一般の方、はい、
に覗いてもらうと結構あの感激されますね。ああ、そうですね。ええー。あの、明るく光ってるわけですもんね。そうです、そうです。やっぱりあの、従来の光学望遠鏡では、やっぱり、はい、あの、DSO、ディープスカイオブジェクトはなかなか、あの、見ていただくこと難しいですよね。はい、はい。あの、10センチ、20センチ、30センチ程度では。はい、はい。それを、この小さな10センチ、11センチの望遠鏡で、はい、使うと、まあ、簡単に、その、淡い天体が見れるということは、まあ、じゃあ、 あの、覗いてみて、はい、あのこんなに見えないのがっかりっていうことはあんまりないってことですね。私があのこの望遠鏡を購入しようかなと思ったきっかけもやっぱりあの観望会で結構、うんうんうん、あのがっかりされる方が見受けしたしたんで、はい、そうならないようにと、で、もう一つ質問なんですけども、あの大阪の自宅で撮ったものと空の暗い場所で撮ったものを、あの見せていただいたいくつかの写真はそれぞれどっちの方が多いんですか？あの M27 だけです。あの大阪で撮ったのは あとはあの山の方で撮ったってことですね。最後の小学生も大阪で撮りましたけども、それ以外は、はい、まあ、田舎で撮ったものです。でもまあ、あんまり変わらないっちゃ変わらないんですよね。そうですね。M27 で比較する限りは、そんなに変わらないですけども、やっぱり、バックのね、ノイズとか、まあまあ、そこは違いますよね。ちょっと違いが出ますね。はい。わ、はい、かりました、はい。はい。どうもありがとうございました。はい。どうも、ありがとうございました。はい。